た時は私らと目が合うだけでビクビクしてたのにさ。あんた随分雰囲気変わったよにゃん。ほらはもう目玉ちゃんと二人ぼっちじゃない。ミヤにククリン社長たち、お友達から勇気という強さをもらったのだ。だからほらは絶対に負けないぞ。そういう態度されると泣きべそ欠かせたくなっちゃうぞ。